母さんごめんなさい。寝袋がない。おはようございます。ファストタイガー解答機の細です。キャンピングカーのマッシュですが、今、エンジンチェックランプがついてしまいました。どうも、O2 センサーのエラーで、走行には問題ないみたいですが、O2 センサーが壊れてしまうと、排気ガスの酸素量が測れないので、燃費が悪くなってしまったりするそうです。それでは実際に O2 センサーのエラーが出た状態で燃費が変わるのかどうか、今回大阪まで行くついでに測ってみたいと思います。これからもキャンピングカーの動画を配信していきますので、チャンネル登録お願いします。それではどうぞご覧ください。はい。奥さんから連絡がありましたので、これから迎えに行きたいと思います。今エンジンのマークが光ってるの分かりますでしょうか。こちらがエンジンチェックランプです。ガソリン満タンにしてメーターをゼロにしてから出発しました。はい、お疲れ様です。重たいで時間かかったじゃん。あ、ごめんね、遅かった、うん、高速で行こう。そりゃ高速でしょ。一応インテック大阪まで3時間27分239キロかかるみたいよ。はい、それでは出発したいと思います。瀬戸パーキングエリアに到着しました。はい、ここねシャワーがあるんよ。母さん行ってくれてもいいよ。父さん家でシャワー浴びてきたから。いいのに。コインシャワーが10分200円だって。今瀬戸パーキングエリアですが、ここで晩ご飯にしたいと思います。ここはシャワー施設のあるパーキングエリアなので、奥さんはこれからシャワー浴びに行くそうです。その間私は晩ご飯の用意をしたいと思います。お好み焼き粉です。カープソースです。マヨネーズです。オタフクソースです。ちなみにお好みソースですが、奥さんはオタフクソース派で、私がカープソース派です。今日はキャベツではなくてネギを使ったネギ焼きにします。ちょっと冷蔵庫が小さくて入んなかったんで半分に切って入れてます。どうした？いや、そうなんだなと思ってダイソーのまな板シートです。今日は行ってきていいですか？はい、どうぞ行ってきてください。行ってきます。はい、行ってらっしゃい。うん、奥さん遅いですね。着替えたりするのに時間がいるか。ちょっと焼いとこうかな。ちょっと切っとこうかな。はい。あ、おかえり。ありました。やり方が分かるんで戸惑った。あ、そうなんだ。えらい時間かかってるなと思って。帰るまでにだいぶかかってから。インターホンでやり方を聞いた。あ、そうなん。なんでお金が出てくるのかなと思ったら、鍵を閉めてなかった。あ、そういうこと。ドアの書いてるところを読んでくださいと怒られちゃった。入れようか、うん、シャワー浴びるの疲れたもん。大きい方あげる。ありがとう。はい、それではお好み焼きできましたのでいただきたいと思います。もともと 100% じゃなくて 95% だったんだけど、さっきので、あ、69% まで減ったね。結構使ったね。本当だ。うん。
あでもホットプレートで3回ぐらいは使えそうだね。うん、よし、それじゃあ行きますよ。はい、じゃあ出発します、うん、よし、はい、じゃあここで寝ましょう。よし、母さんどこで寝る？私2段ベッドでした。うん、了解。母さんごめんなさい、寝袋がない。どうやって寝ろ寝袋持ってくるの瀬戸は。なんもないよね、どうしよう。もう着込んで寝るしかない。これ着て。夜中に寝袋の買えるお店。時間外じゃん。営業時間外じゃん。営業時間じゃん。全部営業時間外だよこれ。営業開始全部10時とか11時だもん。この時間にアウトドアのお店なんか一個もないわ。何これ、24時間営業のお店がありました。スーパーセンタートライアル三田店。アウトドアスポーツ用品店。マジで、あ、30分で行ける。ちょっと行こうかマジで24時間や、ほんまに24時間これ。寝れる、寝れると言われればどうかわからんけど、でもいや朝絶対寒いで。やっぱり風邪ひいたりしたけど、やっぱり痛いよな。マジでないと寒いだろ。ごめん、本当にごめんなさいごめん、ちょっと走ります。あ、なるほど、24時間営業のホームセンターか。寝袋売ってなかった。そう、本当アウトドア用品店じゃなくて、うん、ホームセンターだから、うん、バーベキューコンロとか、うん、折りたたみのターフとか売ってるけど、うん、寝袋とかテントとかない。あ、そうなんだ毛布です。ああ、毛布、毛布、ああ。掛け布団ですすごい買い物になっとるな敷布団はなくていいよね。うん、掛け布団2個と、うん、毛布2個買ってきたから、うん、これで寝れるでしょ。寝れるけど結構したんじゃない。まあ全部で1万円近くしましたけど一番安いやつ買ってきた。まあでも毛布があるけどな。毛布あるからなんとかお願いします、うん、お願いしますごめんね、ほんとごめんね。もうここまで来たからもう道の駅でいいよね、うんうん、実際の交通ルールに従って運転してください。すげえなこれ、うん、すごいね。なんだこれ。目的地に到着しました。すげえ入り口だな。案内を終了します。こんな道の駅初めて。お疲れ様でした。ピークはめちゃ止まった。これ寝袋よりいいかもな消しますよ。あ、おやすみなさい。はい、おはようございます。起きた、うん、寒くなかった、うん、うん、よかった。寝袋忘れてごめんね。朝ごはん食べよう。昨晩はホームセンターで買った毛布と布団で暖かく寝ることができました。ありがとうございます。おはようございます。今朝は道の駅神戸フルーツフラワーパークさんの駐車場で仮眠させていただきました。では朝ごはん食べようかね。はい。
バナナです。昨日買ったメロンパン、これは母さんのかな。はい。と、これも母さんのか。うん。米粉入りパンの抹茶ミルク。で、私もメロンパン。はい。それでは朝ごはんを食べたら大阪キャンピングカーショーの方に向かいたいと思います。じゃあ行ってきます。はい。お、日帰り温泉とかもある。本当だ、温泉もあるんだ。仮眠するためだけだとちょっともったいないんじゃない。あー、そうだね。今度ちゃんと来よう。はい、出ます。はい。大阪キャンピングカーショー2023が開催されておりますですので、今日は広島から大阪までやってまいりました。大阪キャンピングカーショーにつきましては、動画下の説明欄より別の動画をご覧ください。キャンピングカーショーのキッチンカーエリアです。母さん好きそうだな。鶏天、うん、佐世保バーガー、うん、肉水、カルビ丼とかもある。台風焼きそばとかいろいろ。佐世保バーガーと、こちらはアボカドバーガー購入しました。どう、うん、アボカドしっかり入ってる。うん、美味しい。美味しい、うん、あっさりする。そうなんだ、アボカドはね。へー。今日は RV パーク丹波笹山さんで一泊したいと思います。では行ってきます。はい。もうガソリンが半分以下になっちゃってるんで、とりあえず給油に向かいます。はい、はい、給油します。はい。満タンもうちょっと入ったかもしれないですけど、 281.6km 走って 26.22L 入りました。メーターを0に戻します。 B はそのまま、 A だけ0に戻しました。では再度出発します。あ、RV パークって書いてある。あ、本当だ。ここだね。ここだね。RV パーク丹波笹山さんの動画につきましては、動画下の説明欄より別の動画をご覧ください。それではありがとうございました。はい、ありがとうございました。給油しました。満タンになりました。 14.41L 入って 105.2km 走りました。 A を0に戻します。はい、それでは出発します。はい、エンジンチェックランプがついてしまったマッシュですけれども、今エンジンチェックランプがついた状態です。これから車さんで修理してもらいたいと思います。はい、先ほど車屋さんでオーツセンサー交換してもらいました。エンジンチェックランプですが、しっかり消えております。オーツセンサーにはすぐに起動するようにヒーターが内蔵されているそうですが、片方のオーツセンサーのヒーターの配線が切れてたそうで、オーツセンサー1箇所交換すればエンジンチェックランプの方は消えるのですが、念のため前後ある2つともオーツセンサー交換してもらいました。これで安心して貸し出しできます。レギュラーを満タンお願いします。はい、満タンに給油しました。 27.96L 入って 248.3km でした。それでは A を0に戻します。はい、今回大阪に行って帰りに丹波笹山の RV パークに寄って帰った走行距離は
635.2キロになりました。はい、今回の大阪往復で給油したガソリンの量は 68.59リットルでした。 635.2キロから 68.59リットルを割ると1リットルの燃費は約 9.26 になりました。エアコンも使用していませんし、FF ヒーターも使用してないので、高速での往復にしては燃費少し悪い気もしますが、かといって O2 センサーが壊れたから燃費が悪くなりましたっていうほど燃費悪いわけでもない気がします。今回 O2 センサー、エラーは出ましたが、センサーのヒーターの部分が故障ということなので、起動時にはしっかり測れてないかもしれませんが、エンジンが温まってからはしっかり酸素量が測れてたのかもわかりません。今回 O2 センサーのエラーが出た車両で燃費を測ってみましたが、いかがだったでしょうか。今回車中泊で寝袋を忘れてしまうという大失敗をしてしまいましたが、皆さんは忘れ物ないようにご注意ください。今回の動画は以上になります。いつもいいねとコメントありがとうございます。これからも頑張って動画配信していきますので、チャンネル登録お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。 O2 センサー2個ともしっかり交換してもらったので、これで安心して貸し出しすることができます。キャンピングカーレンタル福山、どうぞよろしくお願いします。